クラリスエンゲージジャパン2020オンラインイベント COVID-19 北海道のコロナ感染症対策を支援セッション ID SM1 プレゼンテーターは私株式会社デイビーパワーズのアルガが務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。私、アルガ博之は株式会社デイビーパワーズに所属し、クラリスパートナーとして、ファイルメーカーを利用したビジネス展開を北海道を中心に行っております。ファイルメーカーについては認定資格を18まで取得し、今年からクラリスエンゲージの名前を変えたファイルメーカーデベロッパーカンファレンスのセッションスピーカーも2015年以降複数回にわたり務めさせていただきました。またアワードやファイルメーカーカンファレンスの受賞も複数回受賞させていただいております。本日は北海道の COVID-19 の対策としてファイルメーカーを利用したソフトウェアを中心にどのように対応してきたかということを中心にご紹介させていただきます。北海道では全国に先駆ける形で2020年の1月末に道内としては1例目の感染者が発表されました。以降2020年の2月には世界的にも有名な札幌雪まつりが開催されており、その中でも感染者が相次いで確認されるということが後日判明しております。これを踏まえて同じ月の2月の末に北海道で緊急事態宣言が発表され、週末を含めた不要不急な外出を可能な限り避けてもらいたいという発表がされ、多くの道民がそういった週末を可能な限り自宅で過ごすというようなことを実践してまいりました。にもかかわらず2月の末以降も道内では各地で感染が確認されておりました。3月には新たなステージに移行したということもあり、4月に札幌市と北海道で緊急共同宣言も発表され、以降北海道では日々変わりつつある道内の感染症の数を把握しつつ、さまざまな対応が実践されております。このような中、4月に札幌医科大学救急医学講座よりご連絡をいただき、このような状況に何がしかの貢献ができないだろうかというお話をいただきました。そしてその中心となっていただいたのが、札幌医科大学の救急医学講座の講師である上村先生でした。上村先生からは、コロナの感染者拡大に伴い走りながら考えていく仕掛けが必要になりそうですということから、どのような仕掛けが必要なのかというところをオンラインを通じて検証していくことから始まりました。そもそも弊社と札幌医科大学の救急医学講座様とは、3月末にそれまで医学講座の方で使用されていた救急患者台帳をリプレースするお手伝いからお付き合いは始まっておりました。3月末にリプレースが完了し、納品した直後、札幌医科大学の上村先生より先ほどのようなお話をいただくことがきっかけとなります。その時、上村先生からのコメントは、先行して運用が開始されていたエクモネットをご存知であり、そのエクモネットを参考にしつつ、札幌や北海道の患者さんの動きに対応できる仕組みが必要となっていると。その運用について、もしくはその構築について、我々デイビーパワーズでサポートができないかという依頼がその内容ではありました。開発当初、上村先生からは、関係する医療機関さんが自ら直接アクセスすることができ、その入力したデータそのものが全体的に共有可能な仕組みが望ましいということをお伝えいただき、その仕掛けを中心に構築することから始めました。当時の上村先生の発
発想もしくはお考えをビデオで収録させていただいておりますので、まずはそれをご紹介いたします。なおコロナ禍でもあり、上村先生の動画につきましてはオンラインミーティングからの採用となっております。若干画質の粗さはありますけれども、ご了承いただきたくお願い申し上げます。医療機関同士が共有できるシステムが、リアルタイムに共有できるシステムが必要だったっていう、そこですよね。医療機関側がしっかり入力していただいて、それを他の医療機関も見れるっていう、全体共有っていうのが必要だったんだと思うんですよね。上村先生のコメントからもお分かりになりましたように、今回この仕掛けに対して必要とされる、あるいは望まれている機能については、まず第一がリリースまでの時間を可能な限り短くしてもらいたいということ。加えてコロナ感染症という症状そのものの状況が依然として明確になっていない以上、機能的な使用の確定は今の段階では極めて困難であるということ。そしてまた今後この仕掛けを通じて格納していくデータそのものも流動的であるということ、そうしたデータの使い方、追加の方法、あるいは項目そのものの変更、修正、削除等も十分考えられることなどが考えられました。多くの医療機関がアクセスすることを想定している以上、ファイルメーカープロのアプリケーションそのものをインストールして利用するということはあまり現実的ではないということから、我々が考え出した一つの回答はファイルメーカーの機能の一つであるウェブダイレクトを利用するということでした。また同じタイミングでクラリスインターナショナルおよびクラリスジャパン株式会社による COVID-19 への対応というお知らせが届きました。これは世界的に蔓延しているコロナ感染症に対する対策として、ソフトウェアの力を持って対応していくということを目標に、クラリス社がファイルメーカーライセンスの提供を行ってくれるというものでした。詳しくはこの URL にも載っていますけれども、これを利用することによって最も大きな問題の一つでもあるライセンスの問題がクリアになることになりました。したがって我々といたしましては、ファイルメーカーウェブダイレクト、この機能を十分に使える環境が整ったということを実感し、確認し、ファイルメーカーの開発に集中することができるようになりました。まず最初に上村先生からご指示いただいた内容は、どのタイミングで入力が発生するのか、およびその必要な項目は何なのかということでした。これは Excel シートでいただき、そもそも当時必要とされている項目、最初は10項目ぐらいだったと思いますけれども、その項目が羅列されているものでした。これに加えて、我々が逆に提案していたのが、こういった項目を入力することで、過去のデータもきちんと履歴として残しておくことがファイルメーカーはできるけれども、それについてはいかがでしょうかという話をしたところ、最初はそのような機能についてはあまり考慮されていなかったと思われましたが、実際にその機能を確認するにあたって、これはぜひ格納し履歴としてデータを検証することもできるということから、最終的にはデータベースの蓄積あるいは履歴機能も実装することで、単なる入力にとどまらずシステムとしての情報格納を実現する仕掛けとなりました。ここまではこの仕掛けの持つ意図、あるいはこの仕掛けを実践していく対象、あるいはどのようにこの仕掛けを使っていくのかという概略については上村先生の方からご説明いただき、実際にアプリケーションとして展開する画面、画面遷移、機能、項目の並び順、もしくはどのように各医療機関にその入力についての依頼をしていくか、ここら辺については具体的にレイアウトデザイン等を含めて、同じく札幌医科大学の救急救命センターの先生である中山先生に具体的に指示を仰ぎながら実装していくことになりました。
もちろんこの段階でもデータベース化というところは避けられない機能であり、データベース化についても上村先生、中山先生と協議しながら、どの情報をどのように蓄積していくかというところも一緒になって考えていきました。具体的には、両先生の方からイメージをまずいただき、それを具体的にファイルメーカー上のレイアウトデザインとしてサンプルを表示し、さらにこのサンプルで提示されたレイアウトに対して現場サイドでの使い勝手、あるいは認識、そういったものをレイアウト上にどう反映していったらより効果的に使い物になるのかというところを両先生からのコメントとして実践していきました。レイアウトはいくつか事前にサンプルとしてご提供し、あらかじめファイルメーカーの持っている機能をさまざまな形で具現化した上で両先生に確認していただきました。もちろん当初こうしたすべての機能が使用上あるいはご依頼の内容に入っていたわけではありませんけれども、ファイルメーカーとしてはこのような機能を実装することができる、あるいはこうした表現方法も比較的容易に挿入することができるという機能をあらかじめ先生方にご理解いただくことで、将来このようなもしくはあの時言ってもらった機能を今から挿入することができるだろうかというようなアイデアにも反映させていただきました。こうしていくつかの画面を加えていきながら、当初はファイルメーカープロのアプリケーションとしてレイアウトを作っていき、最終局面、つまりリリース直前になっていくに従って、ウェブ上でログインをテスト環境にしていただきながら、そのパフォーマンスであったりとか使い勝手についても確認をしていただく。あるいはもし先生方にそこの環境までご提供できない場合は、運用している様子を動画にして、このような形でログインします。このような形でデータが表現されます。というようなイメージを取っていただく形で開発は進みました。こうした開発の初期およびリリース直前のアプリケーションとしてのインターフェースを提供するにあたり、入力の容易性とこれが必要なんだという必然性の確保のために、現場に最も近い位置づけにいた中山先生の方から、詳細にわたる指示をいただきました。当時の感覚をビデオとして録画してありますので、同じく中山先生よりコメントをいただきたいと思います。入力者に連絡を取って、まあ、これは必要なことですよみたいな話をしたっていうことでもいいのかもしれないですけど、まあ、実際に診療する立場として使いやすいシステムをっていうことでアルバさんにお願いしたっていうことぐらいかな。 それでまあ入力しやすい方が促進するかなっていうことは気をつけたりはしてました。忙しい中でも簡単に分かりやすく、あと役に立つっていうことかなと思います。こうしてリリースされた感染者入院調整のためのシステム、これを COVID チェイサーと名付けリリースいたしました。COVID チェイサーという名称そのものは、COVID という目標に対して追いつけ追い越せという意味を込めて COVID チェイサーと名付けた経緯があります。以降こうしたこの仕掛けに関しては COVID チェイサーという名前で比較的認識が上がってきたと思っております。さてこの COVID チェイサーですが、ファイルメーカーの開発という観点からすると可能な限りリリース時期を短くしたいということもあり、実質的にいざ最初のお話をいただいてから完全にリリースするまで14日間という短期間でリリースすることができました。実際にはテスト的な環境でリリースすることができていましたので、具体的には10日ほどでリリースすることができてはいますけれども、環境をすべて整え多くの医療機関が入力可能な状態になるところまでは実質2週間以内でリリースが完了しております。そして 100% の達成を実現いたしました。この 100% に関して言うと、多くの開発に携わってきた弊社においても初めての経験でした。それは、すべてリモートで行った協業での開発の完成でした。今回のリリースに関しては、最初の使用のご依頼から、
リリースに至るまで 100% リモートのコラボレーションとして実現いたしました。おそらくこうした形で全く会ったことのないお客様との間でリリースまでこぎつけた例は私の経験ではありませんでした。実際問題、上村先生ないしは中山先生は日々現場で対応に当たっておりましたので、実際私どもが現場に伺って使用をお聞きするということは不可能だったことももちろんあります。そうした意味も含めまして、それぞれが都合のつく時間でオンラインのミーティングを実施し、短い時では30分程度のリモートミーティングで一気にリリースまでこぎつけたというような開発の実績になります。では実際にサンプルデータとサンプル医療機関を入れた COVID チェイサーの画面をファイルメーカープロベースで開示した状態をご紹介いたします。こちらは日常的にも開発を運用している画面でもあり、管理もこのファイルメーカープロを利用して設定を行ったりしております。こちらは利用している医療機関が見ている画面になります。医療機関はブラウザーであるサファリあるいはクロームを利用して画面を見ているわけですが、ファイルメーカープロで表現しているレイアウトと利用者であるウェブブラウザーを利用した画面というのがほとんど同じであるということがここで確認できるかと思います。今回の開発で最も重要視するところはリリースまでの期間が極めて短いということ、つまり開発速度を最優先してきたことでありました。もちろんその一方で分かりやすさであるとか視認性を犠牲にすることはこれはできませんでした。ということもあり、今回ファイルメーカーを利用したアプリケーション開発においては可能な限りモジュールを減らし、部品の数を減らし、開発効率を優先いたしました。例えばここにある複数の情報を表示している画面、まるで3つのレイアウトあるいは4つのレイアウトを見ているかのような画面になっているかと思いますけれども、これはファイルメーカー的には1つのレイアウトで実現しており、スライドコントロールでありボタンバーで表現しています。開発者の目線から言うと、ほぼブラウザー上でファイルメーカーで作成した内容が適切に表現されるということは確認することができました。ただ配置しているオブジェクトの微妙なパディング設定などは違いがあるため、若干小さな微調整を繰り返す必要はありました。またそうした機能が必ずしも全てにわたって差が出るとは限らないため、実際の機能を選別するときにも差が出ないような機能を極力選定し、開発スピードに注力することで短期間でのリリースまで実現をすることができたと思っております。こうした差は今後もバージョン19含め徐々に減っていくことが想定されていますので、今後のスピードアップ開発にも期待できるものと考えております。こうしたリリースまでの経緯あるいは当時の札幌が抱えていた状況についてはホームページの方で詳細に表現されております。ここに書かれている URL あるいは QR コードよりブログへのアクセスが可能になっております。もしよろしければアクセスしてご確認いただければと思います。ここで開発の主軸となった上村先生より再度 COVID チェイサーの前後で大きく変わったことについてご紹介いただきたいと思います。 COVID チェイサーできる前何日間かなしで入院調整したっていう経緯があるんですが、実際に なしでやるとなると、全医療機関にまずは、受け入れ可能人数を聞いて、でさらにまた、違いますね、全医療機関に受け入れ可能人数を聞いて、でそこに対してまた依頼をしてっていうのを毎日繰り返さなきゃダメなんですよね。でそれは医療機関にとっても負担ですし、入院調整する側にとっても非常に負担なので、それが医療機関側が入力してくれるっていうふうになって、それを見て、単純に、
入院調整ができるっていうふうになって、入院調整がかなりスムーズになったっていうのが事実としてあるっていうことと、そのためには入院医療機関がしっかり入力をしていただけなければいけないんですけど、それがやはり入力のしやすさだったり、入力のしやすさですね入力のしやすさっていうのに、が大事になってきて、それがディープパーズさんによってうまく作っていただいたっていうのがあって、うまくいったんだと思います。これが僕ら最初は自分たちでもできるかなっていう話もあったんですけど、やっぱり持ちは持ちやというか、しっかり入力しやすさを追求していただいたことによって、非常に入力しやすいものになったんだと思います。今回 COVID チェイサーがリリースされた4月以降、 COVID-19 をめぐる環境は大きく変化してきております。そうした状況変化に対応するのが現在の COVID チェイサーの最も大きな課題に変わってきています。初期リリース以降、チョビットチェイサーでは多くの変化に対応してまいりました。4月の末の段階では分からなかった内容や、まだ参画していなかった医療機関への対応、もしくは行政側を含めて必要なデータ、対応しなければいけない内容が刻々と変わり、その都度チョビットチェイサーでは対応を実践してきました。もちろん二転三転したケースもないわけではありませんけれども、それはそもそもの仕様が確定できないという状況下の中では、我々としては対応をすることが必然でもありました。こうした状況の変化に対応してきた COVID チェイサーの改修、もしくは修正に対して、陣頭指揮を執っていただいた中山先生より再度コメントをいただいております。状況が変わって、宿泊療養とかも始まってきたので、項目をその厚労省からの通知に合わせて、回収したり、看護力とかそういう支援の必要な方の入院が増えてきたので、そういった項目を追加していただいたっていうことがあります。また、システム的な対応も COVID チェイサーでは実践してまいりました。医療機関が増えてきたときに、そうした医療機関がスムーズにこの仕掛けに入れるような仕掛け作り、あるいは実績データとして過去のデータがダウンロードできる仕掛け作り、もしくは医療機関の入力支援ということで、昨日のデータをそのまま転用できる仕掛け作り、そして最も重要な項目の一つとして、セキュリティという意味でログインの時のパスワードの変更をどのように実践していくことがより安全でかつ安定的に使えるか、そういったものについても中山先生と相談しつつ効果的な方法を模索し実装してまいりました。そういった経験を少しずつ蓄積し、 COVID チェイサーは徐々にアップデートを繰り返してきております。また実際には保健所との連携強化も進んできております。札幌保健所の職員の方々が滞在されているミーティングルームで、この COVID チェイサーの画面がスクリーンに大写しされ、刻々と変わるデータを職員の方々がその場で確認できるような仕掛けが実践されております。残念ながらそうした画面のご提供をすることはできませんが、非常に多くの職員の方々に利用されている状態であります。またこうした札幌市を含めたCOVID チェイサーの利用方法、もしくは利用の状態は、8月以降、多くの NHK の番組でも取り上げていただくことができました。8月の末の NHK スペシャルにおける札幌市での取り組み方法、あるいは9月に入って NHK ニュースで1日にわたって何度も繰り返し放映された COVID チェイサーに関する情報、もちろん COVID チェイサーという名前そのものは表現されていませんが、システムを利用することにより、それまで煩雑だった仕掛けが随分と楽になっている様子が紹介され、全国に知らしめることができたというふうに思っております。またこの内容は札幌医科大学のホームページにもより詳しく文字起こしされた状態で表現されています。この下にある QR コードより札幌医科大学のホームページにもアクセスできますので、ぜひご覧になっていただきたいというふうに思います。
さて、今2020年秋になっております。札幌では第3波とも言われている大きな患者の波が見えてきているような気すらしているような状況が生まれつつあります。そうした中、10月22日付の北海道新聞では、札幌市の感染者の入院先を迅速確保するというタイトルとともに、COVID チェイサーの画面や名称とともに大きく紙面を確保して紹介もしていただきました。こうした中で、今まではあまり考慮されていなかった準備病床数、これを次の波に向けて機能強化として COVID チェイサーでは実装も実現しております。こうした機能の実装について上村先生より再度ご紹介いただきたいと思います。で、今新しくもう1ページ準備病床っていうページを作っていただいて、でこれが直近の課題ではなくて少し先の課題を解決するような、項目を入れていただいて、さらに保健所の体制として準備が可能な、風につなげてもらうっていうふうに今しているところです。ちょっとそれが活かしきれるかどうかっていうのは分かんないんですけど、またこれから準備が必要かなと思ってます。このように札幌市の感染者入院調整用に一役買ってきた COVID チェイサーです。我々といたしましては、ここまで非常にご協力いただいていた上村先生や中山先生、あるいは今後とも大きく関わっていただけるさまざまな方々とともに、この COVID チェイサーを利用しつつ、札幌市や広く北海道にもこの仕掛けを使ってコロナ感染対策に一役買うべく、今後とも尽力していきたい所存です。以上をもちまして本日の内容とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。